今行くところは、はい、まあ、クックマンもね、はい、イベントなんかで呼んでもらうところなんだけどね。ああ、そうなんですね。ローランドさんとかさ、かっこよくドライブしながらこうやって喋るんで、まあ、俺もそういうのかっこよく撮って、うん、撮れてます、大丈夫ですよ。はい、コゲンフェア。あ、はい、もうね、頭の中がね、結構どうしようってね、準備もだいぶ始まってるけどね、たった3日間なんだけど、もう準備はね、もう本当に時間がかかるだろうね。一番時間かかるのは700メートル先、目的地付近です。やっぱり味玉とかなんかはね、漬け込まなくちゃいけないです。そっか。味玉を漬け込むのは、うん、本当は3日間ぐらいは理想なの。だん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 こう味が染みてくじゃん。はいはいはい、で中がさ、オレンジ色のゼリー状になる、なるんでね。はい、あれやっぱりね、2日か3日はね、かかんのよ。時間かけた分美味しいですもんね。染み込むっていう意味だよね。うん、クックマンのね、クック食堂の出演者、出演希望の方々です。よっ、ほいっ、はい、はい、ワンちゃんね、はい、どうぞ。じゃあみんな手振って、3、2、1、ナイスセック、ありがとう、ありがとう。何してるんですか？秘密だけど、特別に教えちゃう。コゲンフェアの仕込みですよ。仕込み、いろんなラーメンやるでしょ。それも仕込みをね、もう5日ぐらい前から徐々に始めていかないと、実は間に合わないのよ。こうやって夜の夜のね、一人でやってるの、はい、大変ですね。楽しみにしてくれてるお客さんいるからね、来てくれるといいな。来ますよ。来るかな。よし、頑張ろう。だいたいこう全部こうね、持ってるから。新しいメンバーとかもちょっといろいろやってみて。まだ映しちゃダメだよ。まだダメだ、映しちゃう。まだダメだ。失礼しました。近かった？近かった？いや、ちょうどいいくらいです。大丈夫？はい。またね、麺の研究っていうか、はい、ちょっと見てほしいんだけど、はい、これね、これは以前お刺身チャーシューで使っていた極細の全粒粉麺の麺、うん、これが本当茹で時間も短いんだけども、風味がすごくいいんだよね。ちょっと今日これやってみようかな、はい、これでね、塩チャーシュー麺、しかもチャーシューなんだけど、具を見てもらえば分かるんだけど、これすごくない？これしっとりと、お刺身チャーシューです。お刺身チャーシューのこれロースバージョン、だから油が少し少なめの、はい、で、いや、いいですねこれね。はい、はい、ちょっとやってみようかなと思って、はい、ほら、こういう盛り付けにしてみようかな。わ、もう一枚いく。贅の極みですよ、これが。ほら、当日は穂先メンマになりますから、おしゃれに三つ葉で品よくね、いきたいんですよ。そしてここに この辺にね、はい、これどう？どう？こんなに丁寧なラーメンある？ほら、今から食べますから。写真を撮ってますね。メニューになるのかっていうことね。これなんだろう、こう鶏そばって感じだよね。いただきます。伸びちゃうからね、うん、どう？うまい。うわー、うまいわ。申し訳ないね。おお、うまい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 。これ細さ、目、これ寄って、ここ、ほら、これ寄って、これ、これね、これが、ほら、うわ、めちゃめちゃうまい。こんなのうますぎるよ。低温調理で作ったロースのチャーシューが、ほら見てよ、
かるね、食べるよ。こんなに丁寧なラーメン久しぶりに作ったな。食べたくなっちゃいますよそれ見て。10時だしね深夜だしね。ほらこのぐらいの量をね入れるんですよ。こう作ってこうすくってか、すくってこうやってね。もちろんねあと1週間あるからまだまだ追求するけど、この段階でもかなり合格点。今日はね、今日ツイッターの方でメニューの方も発表してて載せました、はい、クックマンよろしくック4699で検索してください。ツイッターのフォローもお願いね。見てて見てて、いくよ。わかるね、とろけるのよ。はい、スープまで。あ、これ汁まで飲んじゃった。ほら、うわぁ、完食しちゃったよ。うわぁ、美味しかった。だから3日間あるから、うん、塩チャーシュー、お刺身チャーシュー麺、それからね、ビリビリ刀削担々麺とかね、いろいろね、何食べようとかね、合い盛りだって食べられるからね、まあ、3日間ありますからね。そうそうそう、うん、うん、皆さん来てほしいですね。じゃあ一応6月6日ね、はい、6月6日から3日間、こげんヘア、皆さんお待ちしてます。で、ね、電話での予約のみ、予約の場合は受け付けております。電話番号0287-20-3030、和風レストラン高原、高原フェアの予約で電話しましたって言って電話してくれれば対応いたしますんで、よろしくお願いします。あとはですね、予約なしでも普通にフリーで来られますんで、来ていただいても全然結構です。ただ混むのがちょっと嫌だなっていう方は予約しておいてください。よろしくお願いします。コケンフェア、次はあなたのところにクックマンが現れるかもしれない。じゃあな。Now